はい、どうも、川月でございます。今ね、北朝鮮市の山形のルメナット納豆目地の 家の前を通ってます。そんでね、そこにローソンなんですけど、その裏の紅葉が綺麗な感じなんで、ちょっと入ってってみたいと思います。富士川沿いですね。はい、納豆目地の職場あ、そっちは 家ね。ここね、ミニ SL らしいんですよね。シャメトイトですね。今日はね、これからね、一回俺の動画で言ってると思うんですけど、なんだっけ、いつもなんだっけになっちゃうな。コーヒー工房さんにすごい濃いコーヒーを飲みに行きたいと思います。なのでコンビニでコーヒーは買いませんでした。お茶です。多いお茶、濃い味を出ました。寒いぞ、日陰。寒いぞ。こっちなんか日陰でさ、霜降りてないから、俺ん家の方が寒いんじゃないこれ朝霜降りましたよ今日2017年11月17日金曜日、朝霜が降りました。初霜かな。寒いって起きて外のトイレ行ったら、外見たら霜降りてましたやだね、ほんと冬はなっちゃいました。たまには乗らないでゆっくりしてるのばっかな。乗りすぎてください、みんな。はい、3、4、9入りました。適当に弾いて作った曲だからね。あのオープニングの曲のタイトル、何がいいかな。何があるか、何だろう。ドラスターって言ったの、曲で適当マジ発想力ねえな、この男な。はい、349の下りつの山津路に走ってきて、里見を進むとこ、ちょっともう少し山津いですかね、どこまで来ました。いや、寒い。前にハーレーのカスタムしたやつ走ってますね。かっこよかった。鼻抜きな渓谷の方から降りてきました。いや、寒い。全然違うよ、気温が。福島県福島だか何だかよく分かんない書いてあった。よく分かんないこと言ってたからね。山綺麗だね。また定期日だと泳げるよね。それはそれでネタだ。鉄板のネタじゃん。俺が行こうとするとこみんな定期日みたいなさ、逆に面白いけど、やめてくれ今日は体を芯まで、芯の外まで冷やされた後にねえ、そういう感じになるんだね。だから、宇都宮走ってみてね、国道ですよ、国道ですかね、これ。木の博物館って何なんだろう。絶対大根から行ったら近いよな。おお、こっち。
あ、もうちょっとだ、もうちょっとだ。雪が凍ってないから超天下まで行ってる。あ、着くぞ、もしかして。あれだっけ、あれか、やってんのかな。ブレンドっていうのがあって一番濃いんですよ。それを飲みました。とパンプキン、季節限定のパンプキンプリン、美味しかったです。やばい。じゃあね、どっから来たんですかって言われたのに、立川宮です。立川宮市はのだとこの辺はあんま取らないですよねって。はい、そうですねって言ってさ、そうですね、そうだな、めった通んないよね、こっち。はい、茨城県に入りました。そうだね、この辺ちょっと帰り道一緒なんだ。このぐらいでちょっと動画撮れなくてね、里見の道の駅夜バイバーが来ていますけど、そのまま終わる可能性もあります。ではまた皆さん。